ところ、まあ、安定感確かに幅が広がると広いのに、あんまり端までフラットよりは広い分少しこう取れて、でまあ下からも巻かれてますし、そういう方がいいかなと思います。はい、じゃあまあ糸4分の3ぐらいだな、でいいね。はい、それで重さはあんまり軽いと、はい、進みがパドルの時の進みが悪いんで、はい、重ためでいいです。はい、8.5から9とか、はい、じゃあ8.68で、それで、要はこれの一回りちっちゃいバージョンみたいの感覚は、それよりはだからもう少しオールラウンド的なものが、そうそう、もうオーズライダーではなく、オーズライダーではなく、そっちよりで、フローベースはですね、あの前方はまくれてて、はい、それで後ろへ来るほどどんどんローに、はい、ローレールに変わって、はい、それで意外とシャキーンと、はい、あのレーテールのこの後ろの方が薄くなるような、はい、シャープな感じのようなものなんですけれども、じゃあ結構レールがあのエッジがついてるような感じの、そうです、後ろの方が来るとエッジがピッタリ、後ろの方が、じゃあそういう感じでいいですか。